今日は関西昌平塾ということでありましてですね、昌平塾関西支部40回目の月例会となります。早いもんで、当地で開催を始めて早40回となったわけであります。まあ、この東京ではもう50回になろうとしてますしですね、カナダでも40数回になっています。まあ、そういうことでしてですね、この4、5年間の世の中の変わりようというのはですね、多分今5年前6年前どうだったかと振り返ってみるとですね、随分変わったかなと思いますしですね、我が社もこの5、6年間で大きく事業を拡大することができました。まあ、昔からですね、二頭ものは一頭目と言いますがですね、私はこの言論活動と合わせて事業活動をやってきたことがですね、かつてはホテルの部屋にですね、こんな言った類の本を置いたら泊まる人いなくなるぞとまで言われたこともありましたがですね、まあ、嫌な人は泊まらなきゃいいんじゃないかということでですね、それを置き続け、そういうアップルターンを25年間にわたってですね、発刊し続けてきたことがですね、事業の成功とですね、私が検証論文制度、それからワインの会、それからこういった昌平塾、いろんな活動の場でですね、私がいろいろ提唱してきたことなどがですね、まあ、今や一般的になってきてですね、かつては憲法改正なんていう言葉も、使う人もですね、なかなかあれだし、原爆の、保有なんて言ったらですね、すぐ、まあ、国会議員でもやめなきゃいけないというような時代もあったわけですけどもですね、まあ、この冷戦の、ソ連がですね、できてからですね、その冷戦終結といいますか、ソ連の崩壊までがですね、74年間という期間で、これも長く続いたと思っていても、すでに70年でソ連が崩壊したわけでありましてですね、日本は戦後71年ということでありましてですね、もういくらなんでもですね、そろそろ真っ当な国にならなきゃいけない頃になったのかなと。ちょうどその後、その今ですね、アメリカ大統領選挙でトランプがですね、日米安保条約はその偏無的であってですね、日本が攻撃されたらアメリカは日本を守る義務があるけれども、アメリカが攻撃された時は日本はアメリカを守る義務がないという、こういうことでいいのかなんていうことをアメリカ大統領が言うことになったというのは、私は彼もあんまり勉強してないのかなという思いもある中ですね、絶好のチャンスの到来とも言えなくもないと。このまま行きますとですね、私は共和党ルピオがですね、大統領になれば彼はいろんな日本を取り巻く情勢、世界の情勢、いろんなことも非常に詳しくし、真っ当な大統領だと思っていたわけでありますがですね、まあ、いかんせんまだ若くてですね、弁論大会では優勝する実力があったとしてもですね、口喧嘩では負けるということでですね、今のところトランプがかなりの確率でですね、大統領になりそうであります。しかしこれはですね、むしろ日本にとってこれをチャンスに変える必要があるのかなと、まあ、そういうことを言い放っているトランプに対してですね、日本はそういうことだからこそ憲法を改正して独立自衛の国にならなければいけないでしょうしですね、毎年5兆円ずつも軍事予算を削減すると公約し実行しつつあるアメリカ、一方ではですね、どんどん海洋覇権を広げてきてですね、南シナ海において岩礁を埋め立てしてですね、滑走路まで作って軍事基地化してですね、来ておる。これをですね、このエリアにおけるバランスをどう保つかとなればですね、当然日本がそのところを埋めていく、その力のバランスを取っていくということが必要になると私は思いますですね。こういう時こそですね、むしろ本当の意味のですね、真の独立国家のためにもですね、この7月に参議院選挙が予想されていますがですね、衆参同時選挙、ないしは衆参同時期選挙に打って出てですね、憲法改正の発議のできる改憲勢力3分の2となるですね、議席を確保してですね、ぜひともこのチャンスにですね、日本はそういう体制を取ると。問題は以前にも話しましたようにですね、国民投票で過半数取れるのかという問題で、一旦それが否決されるとですね、次なかなか発議できないということもありますのでですね、国民運動じゃないですけども、相当
左翼が救助の会とかいろんなことを組織してですね、それを阻止しようとしてきてますがですね、まあ、私ども消費塾としましてもですね、できるだけ多くの方にですね、本当のことを知ってもらいですね、本当のことを知ればみんな保守になるということでして、私のこの消費塾のこの5年間振り返ってもですね、随分多くの人に影響を与えることができたなと思っています。これまでの延べの参加者が1万人を超えるですね、人に参加を与えているわけです。まあ、そういうことでですね、この私が発行しているアップルタウンが301号ですから25年間です。そういう中でペンネーム藤誠二のエッセイも書き連ねてきてですね、まあ、今月号は実はですね、私の友人が目覚めよ日本というこういう本を送ってきてですね、これによるですね、西洋列強がアメリカ支配に対して、ね、大変ひどいことをしたと、まあ、読んだら胸くそ悪くなるようなですね、いわゆる有色人種のですね、キリスト教に改宗しない人はですね、銃とみなすということでですね、もう男はみんな殺せというようなことでですね、民族浄化ということで女性だけ残してですね、まあ、混血をしてですね、今の人種構成になっていると。私が1973年の2月にですね、メキシコに行った時にですね、いわゆる原住民と思わしき人がほとんどいないんじゃないかと、この国の人種構成はということでそのガイドに伺ったんです。でもほとんど都市部ではもうほとんどいませんと、まあ、ほとんどがメキコ、いわゆるその、混血、スペイン人との混血した人ばっかりだ。なぜそうなったのって言ったら、彼らがやってきた時に全員男は殺せということで殺されました。まさに一神教の怖さはですね、まあ、ユダヤ教でもですね、異教徒は殺せと、イスラム教もですね、そういうことで IS のばっこでいろんな残虐なことを報じられていますけどですね、最もひどいことをしているのは、むしろキリスト教徒であってですね、この南米はいわゆるカソリックのスペインが上陸してですね、軍馬と鉄砲を持ってですね、いわゆる文明を破壊してですね、そういう残虐行為を繰り返してですね、民族浄化を図ったわけですしですね、それから北米大陸はですね、いわゆるプロテスタントが入り込んできてですね、インディオを新大陸発見などと言って人がいないように全部殺しながらですね、フロンティアスピリットで西部開拓士と言ってなんか美談に仕立ててですね、我々も子供の時は知らなくてですね、西部劇を見に行って拍手してたんですが、どっちが正しいことをしていて、どっちが悪いことをしてたのかというのを多くの人が勘違いするようなですね、そういうなんかインディアに包囲されたホラボシャに対してですね、いわゆる警隊が助けに来たら拍手したと、どっちがどっちかというて考えてみるとですね、真反対であったと、まあ、そういうことでですね、メディアの報道とかテレビや新聞雑誌教科書がみんな違っていることを書けばそれが正しいことになってしまうと、まあ、そういうですね、インディオに対する虐殺のことを宣教師のラス・サカスという人がですね、書き残した、それが出てきましてですね、そのことをこの本にあったもんですから、あまりにもひどいということで来月号の私のエッセイにこれを転載しました。それでこの渡辺陽一先生が書いたこの本ですけども、小塾の皆さんにですね、ぜひとも希望する人がおればお上げしてくださいということで、まあ、わずかの部数ではありますがですね、私の方へ送ってくださることになりましたのでですね、1冊3800円でアマゾンで買えますがですね、ただで欲しい人はですね、ぜひ私の方に申し込みいただいたら抽選でですね、まあ関西やったら10分ぐらいは、全部で3から50分ぐらい送ってくれそうなんで、今のところとりあえず20何冊か25冊送ってくれるということなんでですね、まあ、もし私のエッセイをホームページでですね、近々出します。それを読んでですね、これはぜひ欲しいなと思った人は申し込んでください。次回の時に持ってきます。話は変わりますがですね、私どもは毎年6月2日にですね、バースデーイブの会と出版記念パーティーって、こういう招待状が
作っていましてですね、皆さんのところにも行くかもしれません。今回は高橋史郎さんが講師として講演をしていただける予定です。6月2日の3時から出版発表会で、4時から記念パーティーを当社の塩見のホテルで開催します。また恒例となっています海外研修旅行が6月19日から23日、皆さんの手元に資料が入っていると思いますが、アパホテルウッドブリッジのグランドオープンということで、このグランドオープンに参加していただけることとなっております。今回は席数も少なくて、すでに申し込みも来てましてですね、残りあんまりありませんがですね、今でしたらまだいくらかはご用意できますので、お申し込みいただければと思います。ちなみに我が社も非常にここのところ業績が絶好調でしてですね、今度の明後日かな、銀行に決算説明書を行く資料ができたんでということで、先ほど言っていましてですね、おかげで今期も282億前期か利益で、来期見込みが、来期じゃないや、今期ですね、11月決算ですが、11月では330億、売上が1069億ということでですね、このところのホテルは非常に高稼働、高単価でですね、絶好調です。あんまり日本の保守は成功した人は、こういうことを言ったよりしたい、リスクを取らないと言いますがですね、私はあえてですね、事業と言論活動を同時にやってきたことによって、むしろそういった方がアパだから泊まろうというシンパシーを感じて泊まってくれる人の方が最近増えてきてるのかなと思って、以前私の思いをエッセイに書き続けております。ぜひまた私が発行してますですね、アップルダウンも定期購読で読んでいただければ、非常にいろいろ参考になることがあるのかなと思いますので、よく読んでください。先ほど言ったように、今度のエッセイにはそのことを転載をして載せます。それでこの本が25部ありますので、そのうち5部か10部ぐらいはお分け、無料でお分けします。お申し込んでいただければ幸いです。以上です。ありがとうございました。